この動画をご覧の皆さん、こんにちは、もしくはこんばんは。チャンネル風来坊の間です。今回の動画では、モルックの個人練習です。まずこちらですね、今回ゲーム形式での練習アップしたいと思います。やっちゃった。やべえよ、早くも出足の悪い大暴投だ。今倒れてなかったのもあったんで、5点です。ただ7が浮いたから7浮きましたので、これ結構と後々生かせんじゃないかなと思います。現在16点。16。あと34。34。よし。24か。今ですね、今8を狙ったんですが、うまくいかねえな。
い、早くもピンチです。今年初めてのミスに連続2回、はい、今年最初のピンチです。はい、ピンチ出しての28点、どうしよう、これ、あと残り22だから22、どうしよう、22なるようになっか。32、あと18か、はい、今32で残り18、よし、まああと18なんで、ここの9を2回倒して終わらせたいと思います。よし、12だから、12だから、44、44か、現在44点、今こういう感じになってます。残り6点なんで、6一つ落とすか、この一連一気に落とすかのどちらか迫られました。よし、今すいませんね、カメラの取っ手が僕の肩がカメラの取っ手当たっちゃったんで、どうしよう、どうしてみるか。
はい、やってしまいました。オーバー50マイナス28点となります。仕切り直しの一投、仕切り直しの一投、27点です。はい、残り19点です。くそ、現在これで43点、あと7、43でこれ7を1つ倒して終わりしたいと思います。今度こそ終わりしたいと思います。終わりました。こちらですね。こちら終わりました。ですね。まあ最初つまずいたけど、どんどんね、まあポイント稼いでいったのは良かったんですが、やっぱりこの辺あたりからですね、なんか狂っていったんじゃないかなと思います。計算が狂っていき、そして初めての今年初めてのオーバー50いきまして、様子をなんとか仕切り直してどうにか
っていうところです。15頭長すぎたな。もっと短めに、もうちょっと短めにやらないとね、対戦とかでも全然勝てないんでね、まあそれに反省点かなって思います。しかもね、今年初めて、マイナスって2回連続のミスとちょっと危なっかしいシーンもあったんで、そういう危なっかしいシーンを減らしてって増やしていくのも、まあ、対戦での勝ちの近道にもなると思いますし、それとも踏まえて、まあ、今後もモロッコ系の動画を上げていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただいたら嬉しいです。それでは。